はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。クラウドレース24。続きですね、ストーリーやっていきましょう。あれ、達也さんは？ああ、99さんと出れた。話があるとかで。また派手にやらかしたんだって。まあまあ半端ねえわ、天宮兄弟。そいつら昔格闘技やってさ。つーか99、お前何や、マミヤと揉めてんだよ。いや、俺たちも想定外でしたよ。元は下のやつらに集合かけただけなんですけど。集合？最近無限の名前を使って変なことするやつ多いんすよ。盗みとか女とか。フォアクさん、それをやめさせるために集合が来たのに喧嘩かけられちまったわけだ。達也さん、気づいてるかもしれないですけど、小橋さん最近、ああ、みんなをまとめてるみたいで、裏で手荒いことしてるみたいで、無理もね、無限大きくなりすぎたんだよ。昔は違いましたよ。みんな仲間は平等で、ただバイク走らせて。このままじゃ小白さん、お前大人になったな。昔琥珀に救われたお前が琥珀を相当している。あの頃のお前、手つけられなかったもんな。はい、大人になったご褒美。結婚したからってのは調子乗ってんじゃねえぞ、チーリン。俺のもんだ。はクソが。クソがあって言ってるやつがクソなんです。ウィーよ、先生に似てる。ウィー。おいや、琥珀。おい、琥珀。
ああ。すげえぞ。お前も好きなのか？じゃあ俺とバイクで勝負するか。ああ。でかけりゃいいってもんじゃねえんだよ。ガキが。始めるぞ。仮面ライダー参上。なに？仮面ライダーだと？えい！でよー！ざまねえな仮面ライダー。よくやった。あぶねえ、ギリギリだったじゃねえかよ。ああ、ちょっと気持ちいい。もう寝るわ。眠い。もう昼飯食べたら眠い。ああ。でも思ったより元気そうだな。心配かけやがって。命あげて助けるとか。マジ神っす。神なんだがアホなんだが。ああ悪かったな、心配かけて。でどんなやつだよ。ああ狂犬。どうせ違うみたいなやつだろ。キャンキャンうるせえ。ああ、どうせ大将とね。てめえぶっ殺すぞ。コグ、生きてっか？差し入れだ。お、サンキュー。いいね、いいね。病院って退屈だな。あーバイク乗りて。おい、退院したら一緒に流すか。ああなんでてめえと流さなきゃいけねえんだよ。そっか、お前バイク壊しちまったから無理か。じゃあ新しいバイク買わねえとな。もうあんなバカみたいな運転やめろよ。てめえ喧嘩売ってんのかよ。
バイクも人間も会話聞かねえ。命、大事にしろ。またお前と一緒に走りてえからよ。99さん、調子どうですか？そろそろ5月6日に連絡取りましょうか？手続きもある。いいね。え、同居してる方とか親戚の方とか。いねえっつってんだろうが。ボケ。そうですか。困りましたね。明日退院ですよね。もう無茶な真似しないように。うっす。外でやれ。203の患者さんですよね。お会計はお済みですよ。お前なんでここに？はい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 、やるなら外、何飲む？アイケー。まだ飲んでねえし。病院の会見。バレんの早えな。はい、ということでちょっと時間が来てしまったので、ここで終わりたいと思います。また続きを見てください。ありがとうございました。